はい、ガールズモード3キラキラコーデ、どれぐらいぶりでしょう。多分なんか自分のガルモ3の最後の動画を見た時が、3年2年ぐらい前で、改めてねなんかやっていこうかなと、思いまして、初めから、はい、だいぶ忘れてると思う。ガルモ2と1は割と最近までやってたから全然覚えてるけど、3と4がねっていう。はい、でそう、今回のこの帰ってきたガールズモード3実況に関しては、画面サイズを下画面も綺麗に映るようにやっていきたいと思います。オッケー。そうだった。7月6日まで開けちゃダメなの。約束の日にこの手紙読んでくれているかしら。もしそうならあなたはきっと今頃素敵なレディーになっていればね。会いたいわ。今日この日にあなたに渡したかったもの、この手紙と一緒に入れておくわ。とても小さなものだけど、なくさ、なんかちっちゃくなるんだったっけ。あなたが成長して、あの時とな、あの時の私と同じ年齢、同じ日を迎えたら絶対に渡すと決めていたの。その鍵で何が起こるかはまだ秘密。だけどそれはきっとあなたの人生を変えるほどの素敵な経験になるはずよ。あの時の私と同じように。だってあなたは私の幼い頃そっくりだもの。そうだ、確かそっくりなんだ。やばい、懐かしい。めっちゃ懐かしい。待って、何ちゃんだったっけ。私が開けたんです。何ちゃんだっけね。でだ、ちょっとこの過剰な動きね、すごいよね。え、あなた、あなたの顔見たことある。違います。聞いてた通り、とっても大きいね。ちょっと悪口感もあるよね、とても大きいねって。違う、サエちゃんじゃないの。だっておばあちゃんの持ってたサエちゃんの写真とそっくりだよ。どっちがいなのかな。もしかして死のサエちゃんまだのおばあちゃん。すごいわね。いや、この子の名前が思い出せないな。すごい、こんなメルヘンな始まりだったっけ。こっちも大きい。なんかその帽子あげるんじゃなかった？持ってきなよ。6000円です。ああ、懐かしい。4800円だった、惜しい。帽子なんて前で初めて。そうなんだよね。この子帽子を知らないんだもんね。すごい。私今すごいワクワクしてる。そういえばおばあちゃん言ってたな。さやちゃんはとってもおしゃれな子。みんなに可愛いお洋服や綺麗なアクセサリーを選んであげて、街中の女の子ファッションに夢中になってた。街はいつも賑やかでワクワクだらけだったって。わかったみたい。だから私たち出会ったんだよ。出会ったのは偶然？うん、違う。きっと運命だよね。ね、一緒に行こう。あの街をまたワクワクでいっぱいにするの。おばあちゃんやさえちゃんと同じように。
私とあなたで。そう、ちょっと自己紹介して、ほんと何ちゃんだったか忘れたのよ。あ、ののちゃんだ。なんかあと、この子の友達になんかちょっとクール系いたよね。うん。素敵な名前って、どうもありがとう。はーい。星の鉢じゃない人だね。はーい。あ、あ、これで入って、店の上に住むんだったっけ？こんな小さな扉をどうやってって思うよね。大丈夫だよ、任せて。私おばあちゃんから聞いたことあるから。今日ゆっくり目を閉じて。イメージして。すごいこと言ってるよね、割とね。あ、そっか、顔面作るんだ。うん。輪郭をイメージして。やっぱシャープな輪郭がいいですね。うん。次、目の形を思い浮かべて。前回どんなのにしたかな。まあでも私いつもガルモとかさ、ファッション系のゲームやるときはやっぱ、ちょっと綺麗めなのがいいので、これで。目の色か。ちょっと今回冒険してみる、目の色。赤とかも割と、赤ではないのかな？どうなんだろう。眉ね。眉はもう細いのがいい。細くてシュッて。なんだろ、あんまり私の好みは、なるね。口の形ね。これさ、わかんないんだよね。イメージ画像的なのがないから、全体の。ほくろね。ほくろはつけたい。つけてた気がするんだよね。私、涙ぼくろ。まあ、別に昔のね、やってた時と一緒にしなくていいんだけど、私、涙ぼくろ好きなので、そばかすはないです。あ、出た。もう本当にね、ガルモシリーズのいいところって、やっぱり髪型がね、最初から割と可愛いのが選べるところだと思う。髪色黒。冒険して赤にしてもいいんだけどね。まだ美白で。でも身長はもう一番でかい、スタイル良さ、良い感じで。そうだったね、お洋服ね。これでしょう。これだよね。やっぱ、貫きたいじゃない、クールが好きというこのあれは。おー、なんか幸薄くない、こんな幸薄かった、待ってね、これダメだね。平たいわね、なんかね。やばいやばい、なんか目離れてる。え、これが一番でも可愛いよね。ちょっと髪型変える？これが良くないんだと思う。え、なんで？なんか、あんまり可愛くない。いや、まあ選択の余地がないな、これしか。まあ、しょうがないよね。まあ、なかなか、いろいろ増えるまでは、増えるまでちょっと髪の色。待って、メッシュ懐かしい。あったよね。懐かしい。ちょっといろいろ増えるまで茶色にしよう。なんか茶色の方が可愛く見える。ほら。いろいろ増えるまでちょっとね。そうね。唇。唇でだいぶやっぱイメージ変わるから。好みのがないわね。これさ、思った、他の服見てみたいよね。ああ、なるほど、ああなるほど、これです。もうだってしょうがないよね。でこれでいきましょう。新生ゆうたちゃんです。はーい、目を開けてみて。やっぱさ、のの可愛いよね、こう見るとやっぱり。
あ、新生ゆうたちゃん可愛いんじゃない、ちょっと。うん。やっぱり素敵。ようこそゆうたちゃん、私たちの世界へ。これでもう大丈夫、あの扉をくぐれるよ。はーい。懐かしい。なんかテンション上がるね、やっぱり。着いたよ。なんかやっぱいろんなファッションゲームやってますけど、なんだかんだやっぱガルモ一番落ち着くね。あと楽しい。私たちもそうね、ルミナスタウン、そうだそうだ、ルミナスタウンだ。うん、楽しそうな街だね。私もそう思うよ。おしゃれ建物も綺麗な自然もいっぱい。でもね、何かが足りない気がするの。まあ、でさ、後ろのトラックのに乗ってたのあの子だよね。何ちゃんだったかな。帽子をかぶせてくれたでしょ、あの時のワクワク。人待たせたんだ。一人で戻らなきゃ。はーい。そう、奇抜な子多いのよね、この街ね、最初。大丈夫みたいな。そうだ、リアルな時間連動してるんだ。そっか。ちょっと、なかなか夜率が高いかもしれない。ご了承ください、ほんと。ちょっと頑張って昼間にもやってみようと思うけど。ここだ。ののここなのよね。うん。ひさけさんは一体どこ行ってたのよ。ごめんごめん。頼まれた歌を仕入れに展示会に向かってる途中にね、あの扉が開いてるの見つけちゃったの。ずっと気がかってたあのお部屋の扉だよ。背中を覗いたらね。いいんじゃない、アウター。はーい。その帽子どうしたの？気づいた、いいでしょう。で、ないでしょ、時に一瞬誰かと思った。そんなにはさ、ないでしょ、帽子かぶっただけで。ののは帽子なんてかぶったことないでしょ。ディスってるのかな。はーい。あ、そうだ、あんま私最初ここ好きじゃなかった記憶がある。でも私の方が年上よ。頭下げてもろて。この街をおしゃれとワクワクでいっぱいにするために来てもらったの。ほら、ほら、ちょっと感じ悪いのよ、ここ。他の歌選んでもらえなよ。気になるものだから、ここちゃん僕ってかっこいいやつ。他の歌を選ぶ？どうして？私はこれで十分かっ、思い込みなのよね。私に一番似合うのは今着ているこの歌よ。あらあらあら。いや、まあ、確かに似合うものを着ないとおしゃれじゃないのは確かよ。うん。だけど、冒険しないとね、やっぱり。うん。はーい。歌の在庫はないんだしさ。自分が仕入れ忘れたことを覚えてる？まあ、確かに。うわ、懐かしい、この画面。おしゃれってもの分かってるのか。私が見てあげる。私2周目よ、この世界。なめんじゃないよ。アウターでしょ。いや、もうこれしかないもんね。てか、アズーサ懐かしい。アズーサ、何これ。ラシュシュ？チェリーベリーは懐かしい。もうブランドだけで懐かしい。はい。ふーんふーんって、着てみたわよ。別にそんなに私は言ってないわよ、どうしてもとは。うん。てかこの曲も懐かしくない？なんかまあまあいいんじゃない。あれはあれでかっこいいし、私に合うと思うわ。
でも勘違いしないで、私日本刀に似合うのはこの辺り。意地を張ってるよね。シャレってそういうことなんだからね。あら、この歌買って帰った、買って帰ったんだ。なんだかんだ言ったけど、きっと気に入ったんだね。今までこんなこと一度もなかったんだよ。いつもの服がないときは何も買わずにそのまま帰って。いいこと思いついちゃった。そうで、いきなり店長になるんだったね。あ、いいよ。そのつもりでやってるからね、私もね。この店を中心にしておしゃれとワクワク広がるかも。それにね、この店の最初の店長さんはさえちゃんだったんだって。ゆうたちゃん店長ってなかなかよね。こき使いましたよ、私は。BGM 選べるって嬉しい。で、この曲でも懐かしくて好きよ。楽しいな、こうやってさ。うわ、この曲懐かしい。どれにする？ゴシック？まあでもお店の多分今テイストクールじゃん。クールにしとこ。で、お店のテイストをガラッと。なんか前回で多分ね、お店が黒いっていうか暗いお店しかしてこなかったと思うのよ。だからちょっと今回はね、お店の中ぐらいはね、いろんなのやっていきたいなと。いやちょっと姿勢悪いのよね、このハテナハテナちゃんね。ちょっと前かがみだよね。うちの店で店長さん変わったの。ちょっと遊びに来てほしいな。そうなんですか。正しくは必要になったら買いに来ますね。試しに来てみるだけでもいいの。優しいね。来てみて聞いたら買ってくれればいいよ。そもそも違う服ですか。試しってことで後で寄りますね。そのノノはね、いい子なのよね。どうぞお店に寄ってくれるって。それじゃあ二人目のお客さんを探しに行くね。その前に。何？部屋に持っていくから先に帰って待っててね。あ、マイハウス。あ、ちょっとマイハウスの中変えたいね、これはね。開けててか、あ、もう閉めとこう。あの、最初に選んだやつね。この箱重い。洋服をクローゼットに入れといてよ。いっぱいあるから後で着替えてみてね。ちなみに、入れておいたお洋服をお店の仕入れでもらったサンプルだよ。全部タダだから遠慮しないで。おーい。やったー。着替えたい。店長たるもの、スマホの人、店長じゃなくてもスマホは必要よ。大丈夫、分かってるから。任せて。ごめん、目閉じちゃった。ごめん。タイミング悪かったね。ちょっとそんなにでもね、写真いらないのよ、別に。あ、3だっけ、あの、色集めるの、写真撮るのって。あれなんかちょっと頑張りたいね。なんか昔そんなに頑張んなかった気がするんだよね。まあ頑張ってください。ああ、この画面懐かしい。そっか、アミーボできるんだ。ちょっと待ってね。何個かあるのよ。前の時って多分ゼルダのやつしか持ってなかったの。先にじゃあゼルダのやつってこれまた読み込めるのかな。この子なんか前いたよね。待って、他のも読み込んでみるね。
他のって言ってもあと静江、あの動物の森の静江とケントぐらいしか持ってないんだけど。はい。あ、なに？ダメなの？いや。じゃあさっきの、こう、とりあえず対応すればいいんでしょう？待って、その前に着替えたい。初期どんな服あ、待って、メール見なきゃいけないんだっけ？ごめんなさい。はーい。まあ、一言、はーいって。よし。え、待って、懐かしい。どうしよう。テンション上がるね。イメージ。あー、この画面めっちゃ懐かしい。え、楽しい。この私が今楽しいって思ってるこの感情伝わってるかな？伝わってない可能性もあるんだけど。いや、楽しいのよ。え、待って待って、これさ、もうできるんじゃない？私が好きなコーデ。大体ガルモの時このこうしがち。あの、これやりがちだったよね、私ね。え、これしかないの、ブーツ。しょうがないわね。あ、かわいい。かわいいぞ。見えないけど。こんなもんよね、今つけれるもの的には。どうですか？ちょっと足がなんかしょぼいね。うん、ちょっと足がしょぼいわ。そうね、どうしてあげたらいいだろう。これか、これだと思うの。いやー、難しいね。いっそこれって言っても、あ、これもあり？上にヒョウ柄入れてるから、もう下もヒョウ柄にしちゃう？いっそね。あ、ダサい。ちょっともういいや、とりあえず。ごめんなさい、ちょっとまだ、しょうがないね。初期なんで、これ、初期。はい。でとりあえずちょっと、その帽子どうしたの？彼女、あ、ディアナちゃんって言うんだっけ。じゃあ新しい店長さんに選んでもらったんだよ。うん、でほんと後ろ歩いてる人たちのポップ率やばくない？うん、私も後で覗いてみようかしら。こんな夜、もうね、夜9時半にね、ほんと。申し訳ないね。はーい。緑公園。この時間にお散歩してる人ね、ちょっと危ないと思う。うん。なんだろう。緑公園の場所。はーい。緑公園行っときましょう。あ、待って、この画面懐かしい。そう、なんかこういう画面でさ、自分自身が映るから、なんかおしゃれでいたいなって思うのよね。今現状は全然おしゃれじゃないね。くそ。まだ始まったばっかだからね。え、そこ歩いてる女性おしゃれじゃない？めっちゃおしゃれ、かわいい。うわ、ファンキー。すごいファンキー。さっきペンキ塗りたてのベンチに座っちゃって、もう。なんかペンキ塗りたてに座る子、ガルモあるあるだよね。
そうだよ、うん、あと髪型変えてみるっていうのはどう？私おすすめするよ、うん、3人でマックスだっけ。あ、やっぱそうだね、お店に戻れっていうもんね。みんなまだまだ帰らないはず。夜行性ね、みんなね。みんな夜行性。待って、彼女なんか、ゆず。めっちゃ懐かしい。え、ゆずは、何をしてる子だったっけね。その来年のことはね、覚えてるの。この辺のお腹見せて寝てるのにな。夜だからじゃない？青い。うん。そうですね。よし。ということでですね、パート1はとりあえずこんなもんで終わろうかなと思います。いや、これは、なんだろう、もう純粋に楽しいからさ。投稿頻度高めでやっていけるんじゃないかなと思います。もうね、3のね、実況動画が好評だ、この改めてね、帰ってきたシリーズとしての3が好評だったら4もやろうと思ってます。はい、ということで今回これで終わりたいと思います。バイバイ。